アレクシ・ギレスは、アメリカ合衆国出身、カナダの女性元フィギュアスケート選手。兄弟姉妹にアイスダンス選手のトッド・ギレス、パイパー・ギレスがいる。2008年全米選手権、ジュニアクラス優勝。2008年ジュニアグランプリファイナル3位。ギレス家は、スケート一家でアレクシも2歳半でスケートを始めている。父母は アイスダンスのコーチで各国から学びに来る生徒を多く寄宿させている。大田幸奈もアメリカでリハビリ中はギレス家にホームステイしていた。兄トッドギレスもアイスダンス選手で ISU グランプリシリーズに出場している。アレクシと双子の姉妹であるパイパーギレスもまたアイスダンス選手でアレクシが女子シングルで出場した2008年。 ジュニアグランプリファイナルに出場権を得ていたが怪我で、出場を辞退している。2007年に、全米選手権、ジュニアクラスで5位。2008年には優勝したが、同年のアメリカジュニア世代は、全米選手権シニアの1位、長瀬未来、2位、レイチェル・フラット、4位、キャロライン・ジャンがおり世界ジュニア選手権は、この3人が出場しアレクシュは、第1補欠だった。 2007から2008シーズン、2008から2009シーズンにジュニアグランプリシリーズに参戦。両年ともファイナルに進出し2008年には3位に入賞した。2012から2013シーズンより所属をカナダに移し、カナダ選手権で13位。2014年7月25日、競技からの引退を発表し、プロスケーターに転向した。 2度の全米選手権と、計6回のジュニアグランプリのスコアシートによれば、アクセルを除く5種類の3回転ジャンプを飛んでいるが、一つの競技会で、すべてダウングレードなく成功させたことはない。3回転から3回転のコンビネーションジャンプは 3t-3t、または 3Lz-3t を予定するものの、2つ目のジャンプがダウングレード判定になったり、 2t に変更することが多い。3連続ジャンプは 3s-2t-2t を試みている。スパイラルシークエンス、レイバックスピン、足替え、コンビネーションスピンで頻繁にレベル4認定を受けており、レイバックスピンではさらにプラス1の加点を得ることが多い。ありがとうございます。